はい、ということでやってきました初の日本海佐渡島でございますね。この憧れの舞台をちょっとね背負って立って9日間にわたって何日出れるかはね分かりませんが追っていけたらなと思います。目標は、平政の10キロオーバーを目指していこうということで今回のテーマをやっていきたいと思います。まあもちろん可能性がね薄かったり感じなければもちろんね、まあ、日本海で有名なタイだとか根魚中心にもねやっていきたいと思ってますので早速ね、もう今日は死ぬほど暑いんでもう今多分38度オーバーなのでね気をつけながらやっていきましょうということでよし早速行きましょう。シャポンと、おお浮いた。じゃあお邪魔します日本海。うわ。あれめっちゃ取りいるめっちゃ取りいる。出て早々ね。ちょっと鳥がいる。微妙な反応打ってみましょう。反応がずっとありますね。いい当たり、いい引きよ、いい引きよ、でかいでかい。根魚か、
寝魚っぽいね。寝魚っぽい。寝魚だな、これは。でけえでけえ、強いね、寝魚。おお、違う、タイだタイ。おお、いいサイズいいサイズ。タイだタイ。でけえ。日本海さすが。一発目これかよ。でかい。でけえ。日本海すげえ、さすがだわ。あー、一発目のタイがこれか。でかっ。おっしゃー、でかっ、でけえ。 TG レイトスリム 80g ブルピンマダイ50オーバーだね、これは。今出堤地点ね、あのちなみにね、何百メーターかです。出堤から何百メーターしか出てないです。素晴らしい。おいおい、ありがとう。いやー、タイの匂いがするね。タイの香りがします。なんか甲殻類というかね、独特なちょっとくちゃい匂いがする。もうちょい聞いてみましょう。まあ今日はね、初陣なもんで、ちょっとそんな遠くへは行きません。のんびり近めで午後からの出店なんでやります。ここら辺ちょっとトップやってみましょう。ここら辺ちょっとめっちゃ浅くなってるんで。日本海初陣はララペン。やってるやってるやってる。ボイル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 。ボイルさボイルさボイルする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 。ボイル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 やってる。磯の周り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 。やってる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 。やってるやってる。あもうあもう2体だ。あもう青い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 んだ青いんだ。おすごいすごい数すごい数すごい数いるすごい数いる。下映ってる下映ってる下映ってる。あ追ってる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 。めっちゃ追ってるめっちゃ追ってる。数がすごい数がすごい。めっちゃいためっちゃいた。あ、バイトした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 。ちょっと SLG しようか。寝魚だな、これは。すげえ、ヒット連発や。魚めっちゃいる、やば。こんな当たりあることないよ。すごいわ、佐渡島。絶対寝魚、絶対寝魚。これは寝魚だわ。
キジハタ、キジハタです。やった、はい、キジハタ、イエーイ。2匹目、キジハタ30センチぐらい、んげー綺麗、めっちゃ綺麗だわ。当たった当たった当たった、はい、おはようございます。ということで、佐渡島デイ2、2日目でございます。1日目とね、まあ1日目は少ししか時間を受けなかったですが、2日目は今日、今日の出です。日の出出廷からちょっとね、できそうなので、今日は午前中が風弱いかな、なので午前中狙ってやっていこうと思います。一番ちょっとね、理想の時間で狙っていけるかなって思うんで、ちょっと張り切ってタックル、キャスティング、ジギング、ライトゲーム3本でちょっとね、挑んでいきたいと思います。基本キャスティング、ジギングでいきたいと思います。ということで、いきましょう。お願いします。朝は冷たいね、水が気持ちいいわ。第1ポイント、ラピード130いきましょう。第1陣、お願いします。ベイト跳ねたね。ベイト跳ねてるの見えたね、今。ちっちゃいよ、キビナゴサイズだね。キビナゴぐらい。多分キビナゴだと思う。
何狙いですか？いいっす。はい、何でも、何でも何でも狙ってる。はい、ちょっと離れてください。キジハタ、かわいいね、キジハタさん、リリース。タイだ、タイ。